はいえな、ー、さんこんにちはレック専任講師の野畑ですえー、今日はですね2019年合格目標のあの通信講座ですねこちら二つご紹介したいと思います私が担当する講座を二つねえー、ご紹介しておきたいと思いますはいであの私普段はレックの名古屋駅前本校であの通学講座を担当していますあと初級講座ですとねまあ、昨年から あの憲法の担当はしてるんですけども。あの今回ね。通信講座で2つ皆さんに提供できるのはあの憲法ではなくて民法と行政法です。うんまず1つ目の通信講座はあの昨年からあの同じものをやらせてもらってるんですが。はい、ちょっとね。これ使ってるレジュメですね。あまり全てお見せできないんですけども。あの記述対策です。うん。あの 記述で問われる卓一過去問はこれだっていうところで、あの昨年からやらせてもらっているものなんですね。で、まあ皆さんもご存知かもしれませんけども、あの択一の過去問をベースにして、記述問題を作っているケースって結構あるんですよね。はい、ちょっとお見せしますけども、これ民法ですね。まあ、年度とまあ,あの番号を書いてますけども、これ例えば？ 2013年度の問4546記述ですこれが例えば問45は2008年28の2卓一で問われたものが回ってきてます2007年の29年の5番目の卓一問題が記述に回ってきてますという形でこうね結構番号入っているところ多いじゃないですか、うん、これ行政法もそうなんですよ行政法もほら もうほとんど全ててから回ってますよねまあ下手したら2014年択一から2015記述とかねはいあのー、2011択一から2012記述って言って本当に翌年記述に回ってくるケースってあるんですよ。はいなのであのー、まず一つ目の講座がねこの記述で問われる択一過去問これだということなんであの皆さんなかなか自分でね 確一の過去問を見ても、これ記述どれが出るんだってわからないと思うので、こちらで厳選してこの事例は記述で問われるかもしれないいうものをピックアップして皆さんに提供しようと思ってます。うん、で、まあこんな形ですね。例えば、はい、まあ確一でのこの出題があったよと、うん、でこれがあのどのあたりで記述として問われるのか。 今回これって事例形式のものではないんですけどもまあ択一ではいいんですが記述は事例なので事例だったらこうですとこの事例が出てきてこれを書きなさいねっていう形の問題になりえますから、まあ、そういったことをご紹介していると、まあ、解説をしているというものですね。はいということになります。はいまずこれが1つ目の講座ですね。うん でもう一つが、えー、これ民法なんですけども今年狙われる民法の最重要論点はこれだという講座ですはいさあこれも映しましょうかちょっとチラシとかまだできてないんでこれもレジュメの一部なんですけどもはい、まあ、皆さんご存知の通り、まり、あ、今年2019年度試験が現行民法で出題がされるラストイヤーですね 来年から新民法で出題がされますで、そうなったとき、あのー、現行法と改正法で大幅に変更がある論点ってちょっと今年出しにくいと思うんです逆に今までは条文化されてなかったんですけども判例の理論が条文化されるものが、えー、改正民法ではあるんですがそこは逆に出しやすいかなっていうところ なんですね、うん、なのでこちら結構大胆予想にはなってますけども私は普段過去の出題実績を研究しながら予想を立ててますが今年はさらに現行民法と改正法の変更点も分析して今年出る可能性が高いものをあの厳選しております。はい、例えばなんですが失踪宣告ってまあ 皆さんが勉強している現行民法と改正民法で差はないんですね。はい、これ出しやすいと思うんです。まあしばらくね試験的には出てないんですけども出しやすいと思うので予想としてあげてます。はい、まあそういう形なんですね。うん。なのであのどのタイミングでこの二講座をあの確認するかにもよるんですけどもまずあの早い段階で 確認できる方はまあ1回の講座ですから、まあ、そこまで深掘りをしてお話することができないところもあるのであの話をしていく中で「あれ先生はこれ基本ですよね」って言ったけども「私わく分からなかった」って言ったらそこはねやっぱりあのまだ知識定着していないところで、まあ、ご自身で確認するポイントです。うん 結構授業中に投げかけるのであの画面越しに投げかけるんで、まあ、それをまあ自分で考えてみると。うん、早くこの講座を受講する方はあの普段の勉強の復習というかね知識の確認に使ってください。で直前期にこれを見るという方はまあそのまま出題予想ですから、まあ、そこを中心に最後詰めていくというのが一番効率がいい学習だと思います。はい、ということになりますので。 あのーまあ、4月の末頃にはねこれ販売開始だと思うので、まあ、ご自身の勉強のタイミングと合わせてね一度是非受講していただきたいかなと思いますはいあとはまあ講座の宣伝ではないんですがはい、まあ、ブログをねやらせていただいています、まあ、レックだと横溝先生がねブログやられていることが有名なんですけども私もこちら ブログやらせてもらっていますので、これからどんどんと皆さんに向けた情報を提供していきますので、ぜひお気に入りに登録して活用してみてください。はい、ということで、あのー、最後繰り返しますけれども、私が担当する通信講座二つのご紹介でした。一つ目が記述式の対策。えー、去年もお実施をしましたが、記述で問われる卓逸過去問これだですね。でもう一つが あ今年狙われる民法の最重要論点はこれだです。まあ、これだシリーズ、ね、をあの今2つリリースしましたのでこちら是非受講してみてください,、はい。ではよろしくお願いいたします。試験頑張ってください